さあ、こんにちは。ゆたかさん、阪神強い、現在6連勝中です。まあな、はい、8月9日時点です。強いな、はい、強いです。で、2位の広島には 4.5 ゲーム差、そして3位の DeNA には9ゲームというところで貯金20。なんていうのかな、相手のミスをすごく利用するというかさ、まあ、そういったところも長けてるし、はい、これはなんかつける隙がないというかさ、岡田監督のあの手腕というのもスパーンスパーンスパーンといくな。ピッチャー変えたりとか、まあ、代打だったり代走だったり、はい、早い。だこの前でも岡本にババぶつけて、はい、岡本には精度でいったと思うんだよね。力じゃやられると思ったんで、で精度でいってやられて、おさもスパーンと軽ケラーを持ってきて力で持ってって抑え切ったというさ、はい、あ、押し気もないよね。そうですね、だから勝負どころっていうのに対してしっかり手を打つな。そうですね、うん、だからここら辺はちょっと隙がないのと、ただ無知をまだ入れてないような感じがするよな。確かにそういう気はしますね、うん、まだいいまだいいまだいいっていうような感じだよね。で選手もね、本当に休ませやってるっていうふうにおっしゃってたので、そうだな、うん、まだ最終コーナー全然回ってない、無知入れてない状態なんですかね。まだ入れてないね、はい、じゃあこのまま阪神は突っ走って独走で優勝するのか、それとも下がる時が来るのか、ズバリどっちですか。独走って言ったら何ゲームだ、まあ、7、8ゲーム、そうですね、8ゲーム、9ゲーム、この距離感を保ちながら降りると思う。この2と 4.5、5ゲームとか、うん、とか5ゲームとか、うん、この距離感を保ちながらなんかこう逃げ切ると思う。じゃあ崩れることはないっていうことですか。ない、ないと思う。なぜ、なぜ、はい、人で野球をやってないからだ。人でやってない、うん、だからこの選手がいなくなったら困るって、確かに困るかもわからないけども、近本がパッといなくなった時にデッドボールで、その時に森下を一番にしてみたいな、その時にじゃあ成績がどうだったのかっていうと、そう落ち込んではないんだよね。だから人ではやってないんだよ。あ、これがいなくなったらじゃあここでこの選手を使ってしのごうかとか、まあいろいろやってるよね。例えば前川を使ってみたりだとかさ、ね、井上を使ってみたりだとかさ、はい、あと小野寺選手使った時もありましたし、ね、使った時もあったし、はい、だからまあそこら辺はね、人でやんなくてバランスでやってるというか、チーム全体でやってるという、はい、じゃあサトテルを落とした時に、はい、じゃあ成績が落ちたかというと、はい、まあ、そうでもない、はい、ね、で上がってきて佐藤が打てば勝てる、うん、打たなかったらちょっと苦しむみたいな、うん、まあ、そういう図式になってるじゃない。だから人でやってないんだよ。この選手がいなくなったからな、痛いな、じゃないんで、はい、いなくなったらいなくなったで、だって抑えなんか最初岩崎だったからね。そうですよね、今季絶望で、はい、じゃあ岩崎持っていこうか、うん、まあ、経験もあるし、うん、だからやり方とか考え方が違うんだよ、他のチームと。だからね、一人の選手で勝てないっていうのは分かってんだよ。あ、うん、そうじゃなくて他の選手を頑張らせればいいじゃないかと。まあ、使い方もね、実にうまいと思う、うん、刺激を与えながら、はい、だからまあそこら辺から考えると、よく言うじゃん、怪我人はとか、例えば大山とか怪我して大変なことになるぞみたいな、はい、そうじゃない、うん、じゃあ4番を今度は誰にしようかみたいな、うん、みたいな感じなんだよ。慌てず騒がずみたいな。今仮に、まあ、大山選手って今シーズンね出続けてますけど、本当に大山選手がちょっと怪我とかなっちゃった場合でも、岡田監督はもうチーム力というか代わりに誰かをそこに添えて勝ち切るっていう。勝ち切ると思う。それすごいですね。まあそれには一つの条件があって、はい、まあ、投手陣が安定しているということだよね。そうなんです。防御率が 2.75、 これあの6チーム中トップです。まあトップで2点台っていうのは阪神だけでしょ、はい、だからまあ投手力があるから接戦にはなるだろうけども、うん、そんなに慌てることないっていうようなね、はい、うん、まあそういうような戦い方になってくると思う。あとホームラン数が51本、うん、これってあの中日の45に次ぐ5位なんですけれども、はい、ホームランは少ないんですけれども、でも勝ってるっていうのは、まあ、繋いだりとか。ただね、そのやっぱ盗塁数、はい、まあ、広島に多分次いで2位だと思うんだけども、はい、3位ですね。あ、3位、はい、ヤクルトが今2位、ヤクルトが、はい、3位と、やっぱねフォアボール数が、うん、
全然違うよ他のチームと、はい、だから結局誰か塁に出てるっていうような感じなんだよ。そういうことか。それが例えば下位の木浪選手だったり上位の、 あの 1,2 番だったりとか。それとね木浪がねよく効いてるんだよ。木浪が上位につないでくるんだよ、はい、で近本が得点圏打率がトップでしょ、はい、ね、ここがややこしいんだよ。そうですね。木浪を申告敬遠したらさピッチャーに打たれるしさ。そうなんですよ。そうなんですよね。もうねだからややこしいんだよ。ややこしくできてんだよ他のチームからしたら、うん、じゃあ阪神の例えば突っ走っていくとか独走とかこのままでいくのを止められるとするとどこのチームがちょっと待ったをかけられるチームですか。広島だな。まあ、広島ちょっとね連敗が混んでしまったりとかありましたけれども、だけど広島、そこはこれは巨人とか DeNA ではない、うん、広島、それはこれは新井監督が持ってる雰囲気だな、へー。今もう成績が出てるからそんなことはないと思うけども、はい、広島はね新井監督になって多少舐められてた部分ってあると思うんだよ、はい、でも他の球団が舐めてる分だけ上位に来てる。これは何にもできないと思いながら、うん、実はすごく勝負ごとにおいて大切なことをやってるんだよ、はい、だから舐められることっていうのは非常に悪くないんだよ、うん、だから相手が隙を作ってくれるという。ああ、そっか、はい、ね、で舐められるっていうことはあんまりガチに来ないんだよ、うん、でチームに一番柔軟性を持たせてるのが広島なんだよ、はい、新井監督がこれ計算でやってるんだったらすごいけどな。天然でやってきてるっていう感じ。いやだからだよ。だから新井の持ってる雰囲気が成績を出させてると俺は思ってるから。だからその力以上のものを出させてるっていうのが新井監督の雰囲気だったりとか、相手が力以上のものを出せないような雰囲気を醸し出してるっていう。ああ、そうなんですね。ただしやってることは俺は一番こう柔軟性を持って、うん、戦ってるっていうふうに思ってるから、はい、だから広島っていうのはさ浮き沈みがあるかもわからないけども、これ侮れんなっては思うよね。おー、じゃあ、まあ、その下にいる DeNA だったり巨人っていうのはどうですか。 DeNA まず、阪神を待ったかけそうな、まあ、例えば阪神とか広島って、まあ、仮にねホームランが出ない、何しない、そういった時になんで補うかっていうと足で補ったりだとか点を取れるパターンっていうのがいくつかあるんだよ、うんうん、で DeNA っていうのは足がない、はい、盗塁ができない、うん、でヒット4本でも1点しか取れないみたいな、うん、そういう場面もあったしね。じゃあ何が欲しいかっていうとホームランなんだよ、はい、ホームランツーベースとか、うん、そういう長打なんだよね、うん、でこう確率の悪い野球をやってると。で巨人も同じくホームランで勝つチーム、はい、うん、まあ、確かにダントツでホームラン打ってるけども、はい、ただここ一番こう足で原監督が使おうとは思ってるけども、ここ一番の時にはだけどやっぱり苦しくなったからじゃなくて最初からだよね。で原監督っていうのは、まあ、例えばこの戦いはこうなっていくっていう読みもあるよ、深い読みもね。ただ岡田監督っていうのはこの試合絶対1点差勝負になるって言ったら初回からバント仕掛けるもんね、うん、通常打たしてても、はい、だからそれが的確に当たってるっていうことだよね、うん、ここら辺のねこう読みっていうか深さっていうのはやっぱ感じるな。だからその岡田監督の力というか采配っていうのがすごい大きいですね。このだから例えば、はい、例えばバウアーが投げてる時に、うん、バウアーってやっぱ相当なすごいピッチャーだよ、はい、そしたら先頭バッター出てバントでいいじゃん、うん、で宮崎牧ってつながる、この2人が打たなきゃ勝てないって言われてるんだから、はい、そしたらいかにどういう風に回していくかっていう、うん、そういうことだと思うんだよ。だからバントでいいと思うんだけど、この前の試合でも打たしていって、あ、なんでかなって、うん、で宇佐美がちょっとパスボールしたからセカンドに行って、はい、その後宮崎がタイムリー打ってとか、敵に助けられたなっていうような、うん、だからあれをよしと多分岡田監督はしないんだよね。相手のミスとかうんぬんとか言うよりも、いや自分たちで形を作って自分たちが返すという、うん、相手もこのピッチャーを立ててきたら試合はどうなるっていうシミュレーションがしっかり頭に入ってるというか、うん、まあそんな感じはするよね。だから試合を見てて
一番面白いのはやっぱりこう阪神巨人、巨人阪神が面白い。そうですね、この駆け引きっていうのは面白いよ。あ、まあ、8月のね、あの最初のその3連戦火曜日から始まった巨人阪神は見どころ満載ですもんね、一試合一試合。いや、だから中田翔が逆転一時期ツーランを打った時なんか、はい、坂本をネクストに立たせてたからね、はい、そしたらやっぱ中田は自分の中で、あ、坂本が立ってるんだったら俺と絶対勝負に来るっていうのは分かりきってるもんな、はい、でこれが中山立たせてたらおそらくもっとボールを散らして、うん、でも坂本がもしかしたら中山のところに出てくるかもって思いながら半信半疑で投げてる部分は、坂本立たしてると、いや、これは中田と勝負いっとかないと、うん、これランナー貯めることにはいかないっていう、だからそういうこう見せ方も駆け引きの中であるし、監督ってでかいんだよね。大きいですね。でどの選手だったかわからないですけども、岡田監督が多分巨人戦で相手が代打に選手を出してきたその瞬間に打ち勝ったと思ったとか、うん、あ、その先の先まで読んでるんだなとか、うん、相手こう来ちゃったんだみたいな、すごいですよね、その頭脳というか野球脳というか。いやいや、まあ、それが監督だからさ、うん、いや、すごいなと思って。だからそういう監督が面白いよ。まあ俺なんかは面白いけどね。そうですね、ああここでこうするかみたいな。あと、あのビーズリー投手も本来なら、まあ、3イニングで桐敷投手とダブル、ね、いかずだったけど、ビーズリーがあそこまで投げてくれちゃったからみたいなこともおっしゃってたりとか。子供ができたからね。そう、体力的なものとかね、調整というかね、まあ、そういうところがね、どうなのかっていうのを心配しながら先発に立てておいてみたいな、はい、まあ、そんな感じだよね。そうですよね。いや、面白いなと思うんですけれども、だからそれ考えると、だから失速するかっていう話だけどさ、はい、なかなかしないと思うよ。しそうにもないですよね。しそうにもないというかね、うん、あの一時期ね追っかけてたのが本当 DeNA が一番近いところにいたんですけど、やっぱり DeNA が自らちょっと失速していってしまったっていう、まあ、失速っていうか、そうだな、あの直接でね、うん、沈んでいったけど、うん、まあ、8月あと6試合ぐらいあるでしょ、阪神と、はい、だからここでどういう結果を残せるかどうかだよね、直接のところでですね、うんうん、それにかかってると思うね、うん、まあ、残りがねもう43試合多くて44試合になってきてるので、うん、あと多分2周切ってきたところで、もしこのままでいけば鞭を入れるところってあるんですかね。まあそうなんだ、まあ鞭を入れたからって、うん、鞭を入れないからってその勝てる勝てないが決まってくるかっていうよりも、はい、まあ、もう選手が勝手に、うん、やっぱ負けれないっていう顔でやってるよね、うん、負けたくないとか、はい、なんとかなるとか、うん、なんかそんな感じだよ。だからあんなところで中野のホームランが出るかっていうような、ね、まあ、ところで打ってるしね。はい、だからまあそういう意味ではもう加速を始めてるというか、ああ気分は乗ってきてるっていうことだよね。あ、そうなんですね、うん、確かにあのゲームね、あの岡田監督も変なゲームだったって、まあそうだね、話してたぐらいなので、いやー、じゃあちょっとねこのぐらいのゲーム差のまま阪神がシーズンね、うん、走っていきそうな、怖いのはやっぱこう広島じゃないかなっていうような気はするけどね。まあ、ヤクルト中日がねちょっともうあれですけれども、ヤクルト中日も例えばなんか阪神と当たった時に嫌な試合をするとか、まあ、そうだな、うん、なかなかやっぱりピッチャーを打ち崩すっていうのは大変だよ、阪神のピッチャー陣、はい、だからまあやっぱりいいピッチャー揃ってるし、勝負どころではポンポンと変えてくるしな、うん、だからそういう準備も怠りがないし、はい、そう考えるとなかなかやっぱ難しいよ。厳しいですかね、うん、今の選挙差が開いちゃうとね。そうですよね、うん、競ってると間違いは起こるかもわからないけども、うん、ちょっと飽きながらでも冷静を保ってるというかさ、はい、危機感を募らせてるというか、うん、資料深いというかね、はい、ちょっと隙は見当たらんな。そうですね、うん、いや岡田阪神ちょっとあれに向かってねどんどん近づいていってるなっていう。そうだな、うん、本当にあれがあれしちゃいますね。まあ俺はルメールだからって言ってたからね。優勝、ね、する馬に乗ってるってことですよね。そう、いや違う違う、乗せたら必ずゴール切るよみたいな。すごいですね、もうルメール岡田ですね。ルメールがこう首を動かしすぎだけどね、岡田さん。もうもうもう、あのね、君が代の時だけは首動かない。みんな話題になってるんだよ。そうなんですか。でもベンチの上あれだけ首が動くのに、君が代の時だけは止まってるみたいな。それ聞いてくださいよ。なあ。はい。